殺人などの罪に問われているのは工藤会の総裁野村悟被告とナンバー2で会長の田上文夫被告です。野村被告らは1998年に北九州市で元漁協組合長の男性が射殺された事件など、いずれも市民を狙った4つの襲撃事件で罪に問われています。これまでの裁判で野村被告らは一貫して起訴内容を否認し、 総裁に権限はない飾りなどと無罪を主張しています一方検察側は組織的に行われた犯行で上位者の意思決定が必要不可欠などと指摘し野村被告に死刑を田上被告に無期懲役などを求刑しています判決は明日午前10時から福岡地裁で言い渡されます